皆さんこんにちは、ココナです。今回の記事は鬼滅の刃182話考察についてです。それではどうぞ。ゆるシール、今週のジャンプ絶対に買いです。いつもはウェブ版で読んでいる方も絶対雑誌を買った方がいいと思います。なぜならこんなに可愛いシールがついているからです。柱はもちろん上弦や玉代さん、吉郎までいるのがまたオツです。今週は表紙と関東カラーも鬼滅の刃なので、皆さんぜひ雑誌版の購入をご検討ください。扉絵、今週号の扉絵すごくいい感じですね。義勇さんの刀が元に戻ってる。それだけ。戦略、今回炭治郎の考えている戦略が明らかになりました。無惨は首を切っても死なない。そのため太陽の元へ無惨を引きずり出す必要がある。しかし今はまだ夜なので、夜が明けるまで皆の到着を待ちつつ、無惨を倒すための攻略法を探らなければならない。炭治郎自身は一人で無惨を倒せないことは承知しているようで、いかに情報を引き出し皆に伝えるかに重きを置いているようです。全員揃ってからが本当の戦いだと。回戦、そうして突如バトルが始まったわけですが、まず無惨の武器がなんだかすごい。なんだか黒死亡が消滅する前に見せた醜い姿を思い起こさせます。これは腕を変形させているものなので、無惨は全身変形させることも可能なのだろうと思います。やっぱり最後は黒死亡が見せた醜い姿バージョンの無惨になったりするのでしょうか。そしてその攻撃をナギで受ける義勇。今回のナギは義勇も刀を振っています。ナギって特殊な能力か何かかと思われていましたが、物理的に攻撃を受けているだけのようです。前から思っていたことなのですが、鬼には異能があるけれど人間には異能というものはありません。呼吸と透明な世界が見えるようになるくらいです。なのでナギも異能というわけではなく、目に見えないほどの速い斬撃で攻撃を受けていただけということになります。ただそれ以上に速い無惨の攻撃、ナギである程度は受けれていた赤座の攻撃よりも無惨の攻撃はもっと速いということになります。無惨はラスボスなので当たり前といえば当たり前ですが、右目、義勇はとりあえず攻撃を受けて様子を見ている状態。そこで炭治郎が突撃を仕掛けるのですが、ここでもやっぱり透明な世界は見えているのでしょうか。なんとか無惨の懐に入ったように見えましたが、炭治郎は右目を切られてしまいます。これは失明確定なのでしょうか。炭治郎は右目を潰されたと言っているので、現状失明の可能性が大ですね。これはなんだか嫌な予感がします。炭治郎はこの先両目とも失明してしまうような。というのも姫島さんも頼一も視覚を閉じた状態が一番強いと思われるからです。一応善逸もかな。なのでここから両目を失明し、そこで新たな覚醒状態に入るという可能性がありそうなのです。姫島さんは目が見えない状態で鬼殺隊最強と呼ばれ、さらには黒死亡戦で透き通る世界まで見えるようになりました。現状姫島さんが鬼殺隊で最強と思われるので、炭治郎もその域まで行くのではないかと。以前私がサムネで炭治郎を白目にしたことがありますが、それが起きてしまう可能性が。あと炭治郎の右目といえば、カナオも右目の視力を失っていましたよね。関係はないと思いますが、一応余裕。今最も恐ろしいのは無惨が全力を出していないと思われることです。無惨は涼しい顔をして炭治郎と義勇を追い詰めています。時間稼ぎというのもバレバレの状態。今もしも姫島さんやサネミが来たとして、果たして無惨とやり合えるのかどうか、そこは少し疑問です。そして太陽が出るまで時間稼ぎができるのかどうかも少し怪しいところです。さらにここから無惨が本気を出してくるとするなら、下手したらみんな一瞬でやられてしまう可能性もあります。ただ無惨の実力について少し気になる部分があります。今の無惨の状態と技が全力なのかという点です。もっと本気で戦えばすぐにでも2人を殺せてしまうのではないでしょうか。ここは少し難しいところなのですが、もしかしたら薬の影響で本気を出せない状態にあるのかもしれません。いやでも本気を出して鬼殺隊を全滅させましたじゃ、そこで話は終わってしまいますしね。パワーバランスを考えて無惨の実力は花からこれくらいに設定されているのかもしれません。オバミツ、最初にオバミツの死体を見た時一瞬だけドキッとしました。でもすぐにそれはありえないと分かりました。オバ内なんて過去の話が一切出てきていないですし、
戦いの様子が何も描かれずに死ぬなんてありえないと思ったからです。そして案の定、オバミツは生きていました。前回ミツリを引っ張ったのはユシロウで間違いなさそうですが、その後の様子は今回描かれていません。おそらくユシロウが透明な状態で泣き目に近づき操ることに成功したのでしょう。でもそうだとしたらミツリを引っ張ったのはなぜ？ただ止めただけ？それともミツリを使って何かしらの策を立て泣き目を操ることに成功したのか、話の流れ的にそこが描かれるのかどうか微妙な展開ですよね。次週はそのまま話が進みそうな気もします。そして炭治郎に下がれというオバナイ、ここからの戦い、オバナイ、ミツリ、リユウの3人と無惨との戦いになる。いやでもその前に無限城に関していろいろと起こりそうな気がします。無限城、今回の話を見る限りではこのままユシロウの思惑通り無限城を操って無惨を地上に叩き出すことになりそうです。これは無限城を消滅させるのか、それとも無惨と炭治郎たちを移動させて外に出すのか、どちらにもなり得る展開です。炭治郎は城全体が揺れていると言っていることから、おそらく無限城自体をなくそうとユシロウは考えているような気がします。ただそうすんなりいくのかどうか、無惨もただやられて黙っているわけはないでしょう。何かしらの邪魔をしようと考えるのではないでしょうか。そして邪魔をしようとする無惨を止めようと柱たちが応戦する、そんな展開になりそうですよね。もしくは無惨が面白い、やってみろなどと言い地上での戦いに応じるか、そうなったらいよいよ最終決戦の場ということになります。無限城が解除されれば姫島さんやサネミ、善逸、伊之助、カナオ、村田さんもまた地上に出ることになるでしょう。そうなってくると無惨対10人の鬼殺隊という絵が出来上がります。それはそれで面白そうなのですが、さすがにその大人数で戦うのかどうか。それに一つ気がかりな点があります。182話の状態ではまだ夜明けの状態のはずです。最悪無惨の気が変わってしまうと夜が明ける前に逃げられてしまうでしょう。それだと物語は続くのでいいのですが、さすがにそんな展開は可能性が薄そうな気がします。もし仮に無限城がこのまま解除されて全員外に出たとするなら、夜が明けるまでに無惨は全員殺そうと考えてくるでしょう。いろんな展開が考えられますが、私の予想ではそれが一番濃厚かなと思っています。まとめ的なもの、なんだか話が急展開しすぎて終わりがかなり近いような感覚を受けています。まだまだ考察できていない部分もあるのに、でもさすがにこれだけの謎を残したまま作品が終わるということはないでしょう。もう少し回想や新展開などで終わりは引き延ばされるはずです。より一禰豆子、オバナイの3人はもっと掘り下げがあるでしょうし、無惨にしてもそうです。ただ一つ怖いのはこの先意味深柱への伏線がどうなってくるのかということです。ちょうど柱絵で亡くなるかもしれないと言われているリユウ、ミツリ、オバナイが無惨の前に揃ってしまったからです。これは実に怖い展開です。なんとかミツリだけでも切実に願います。それにしても毎週毎週驚きとワクワクの連続でこれほど面白い漫画もなかなかありませんよね。次週も楽しみすぎて朝も起きれません。それでは今回はこのあたりで。今回の余談はとある質問からの回答になります。受験についてアドバイスをください。そんな質問をいただく機会がありました。私に勉強のことを聞いても何も出てきません。他にもいろいろと有益なことを喋られている YouTuber がいるので、そちらを参考になさった方がいいと思います。でもそれでもあえて社会人として言うのなら、日頃の積み重ねが結果に出るということでしょうか。質問者の方のことではないのですが、日頃怠けていて受験シーズンにどうにかしようとしてもそれは遅いのだと思います。日頃から受験を意識して一生懸命勉強する、記憶のメカニズムとか勉強して無理せず毎日コツコツと積み重ねていく、継続は力なりと言いますが、まさしく受験もそれなのでは。何事も一朝一夕にはいかないものです。私は本当に勉強をしてこなかった人なので細かいアドバイスはできません。基本的に何でもマインドセットは重要だと思います。アバウトな返答でごめんなさい。ただこれだけは伝えたいということがあります。現在受験生の皆様、今やっている勉強、社会人になってもやめないでくださいね。数学とか国語という意味ではなくて勉強するということについてです。
日本では多くの人が学生時代に頑張って勉強していたのにもかかわらず、社会人になった途端勉強することをやめてしまうそうです。私も周りを見ていてそう思うことが多々あります。それは非常にもったいないですよね。せっかく今受験というものに立ち向かって頑張っているのなら、その心構え社会に出てからも活かしてほしいと思います。と、勉強を全くしてこなかった人からのアドバイスです。それでは今回はこのあたりで。最後までご視聴いただきありがとうございました。